こんにちは、ともあきです。今日は肩トレの動画です。僕の先輩で豊橋市のパーソナルトレーナーである近藤さんという方に肩のフロントを徹底的に指導してもらいましたので、その様子をシェアしたいと思います。よろしくお願いします。で、今日の動画では肩の種目の細かいフォームのエラーから基本的な体の使い方まで盛りだくさんなんですけど、難しい専門用語等は使わず指導してもらってますので、スッと見れるかと思います。動画の最初の3分ほどはウォームアップの重要性だったりやり方について、残りがミリタリープレスの解説となっています。今回出てくるフォームはあくまで僕に適した手幅だったり肘の角度となっておりますが、ほとんどの人に参考になるかと思います。最後に近藤さんはトレーナー歴8年目でキャリアを通して顔出しとプロフィールの掲載なしで口コミと紹介だけで集客してるとのことで、 YouTube なのに今回顔は出てきません。あとは先輩後輩ということで動画の中では会話口調となっております。では早速肩トレフロント編始めていきます。僕らデッドとかよくやるじゃん、スクワットとか、でミリタリーでもやるじゃん、でこいつらはベンチやるじゃん、で最近そうすると関節やっぱ酷使しとるんだ、でどこが痛いとか言い出しとるんだ、やっぱりそうするとさ、必然的にアップをよくやるようになるんだよね。パワーリフティング的なのかもしれないけど、本気が出ないぐらいのレベルまでアップしちゃうよね。そこまでやるやる。肩は特にやった方がいいかなっていう認識。特にこういう冬場の時期になるとさ、痛みたいなの出ます。あ、出るんだ、はい、出るのにやっちゃう。バーは出なくて重さ集めると出ちゃう。そう、ちょっとダメだよ、やっちゃう。だから肘とかサンクトバンドのミニループバンドです。で、これ手中入れてもらって、で横にこう広げる。そうそうそう、あ、もう本当に軽くピョンと。そうそうそう、なんかこの動作やっぱり入れたい。で、中盛りぐらいならくるくる回すのもありだし、とにかく弱い負荷かけて、もう結構これでもじわじわくるじゃん、はい、あと下にやって、こういろんな角度でこうやるような感じで、上にやったりしてこうやってやったり、いろんな角度で動かす。結構きついです。きついでしょ、はい、これきついんだよ。で、これもトゥーマッチだと疲労しちゃうから。疲労しますね、これで、まあ、体のこの水平でこうやって動かしたり、そう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 、壁についてこうやって動かすこの動作も本当はやる。こうもうペタッとついて、そうそうそう、頭もついて、そうそうそう、でこう、そうそうそう、動かす。そうするとさ、はい、このプレスの時に上にこうプレスする動作の時に、はい、たまにさ肩甲骨らへん痛い時ない、プレスする時になんか動き悪いなみたいな時、はい、それが割とそういうことをやると、はい、スムースに上がるので、前鋸筋とかの働きが悪いと、はい、やっぱりプレスのこのぐらつき出て力も連動できなくて、うまいことこういう風に上げれないっていうの出るので、よくリフターの人とかでやるのはここ、背筋のここにつける自分での親指グリグリ押す感じ。あ、そう、やってる人いない、たまに。あ、いますね。もうここ押しながらグリグリ、はい、これこうツン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 結構強めな、強め、中に押し込むような感じ、押し込みながらちょっと肩握りつつこう上に5キロ、テクニカルバーベル、はい、でテクニカルバーベルって言って、これは、はい、パーソナルトレーニングとか指導用で使う、フォームの修正とかね、指導用で使ったり怪我してしたりとか、フォームを見直したりとか、あと初心者向けのスクワットのスタートとして、こういうバーだと20キロスタートじゃん。そうです。でこれね、かけれるんだ、ちょっと短いんだけど、はい、楽にはかけれる。から初心者がスクワットの初動、バーベルスクワットを5キロからスタートできる。バーベルなんて一番軽いやつでも10キロ以上でしょ。5キロでこうもうくるんと動かすような動作だね。肩幅よりちょっと広いぐらいで、肩幅よりちょっと広く持って、そうそうそう、後ろまで、そうそうそう、これがアメリカンバーベルのテクニカルバーベル。これね、パーソナルジムにどこでも置くべきだと思う。で、あとは今から普通に今までのこれ、要するに結構やるのよ、本当は結構やりたいんで、はい、時間があるんだったら、寝転がってこうやったりするんですけど、なんかこの向きが下だから、これでやってもあんまり意味ないのかなと思って、動かすことにアップとしては意味がある感じで、だってこれ効いてますでしょ。そうですね、だからこの5キロだからまだいいけど、これが15キロとかだったら話変わってくる。そうですね、じゃあまあ動かすっていう意味で動かす感じで、なんならじゃあ何も持たなくてこう、あ、いいんだよ、だって今まで中古でやってるし、そうです第1種目目がミリタリープレスです、はい、でミリタリープレスは、はい、一番よくあるエラーが腰を反っちゃう。なのでこう、そう、このまままっすぐ上げたい、はい、これが腰がね、こうなって上げちゃう。あ、これ腰やるんだよね、ここに
にじゃあ、うん、加えられてきて重さが乗ればなるほどなっちゃうんだよね。多分肩の力とか腕の力は余っとっても腰がやられてあげれないみたいなパターンがあるもん でその時なんでそういうエラーが出るかって言ったら結局全部そうだけど腹圧の入れ方が間違ってる。40キロ50キロ程度だったらまだ君大丈夫だと思う。これ70とかになってくるとゴリゴリに反ると思うじゃんね。あ、反らないように線とかもんでポイント張ってすごく簡単なポイント、ケツを締める。ケツを締める。そう、立ってもらったら、はい、たまにミリタリープレスやる時に肩幅ぐらいで立つやつおるよ、はい、たまにね、こんなもん、こんなん、はい、あの足の力逆に使えない、はい、たまに人は飛び出てくるよね。なんかボスで構えた方がみんな力が出るんじゃないかって思うけど、はい、出ないからしっかり足を地面につけて捉えて、はい、ここのタイミングでお尻をねキュッと締めるのうちに。イメージは骨盤ここじゃん、はい、背骨がこうやって入っとって、はい、お尻まで骨盤ポンって突き抜けてるわけじゃないじゃん、はい、でもイメージとしてここからこのお尻の下の方まで伸びてる棒をお尻でキュッて締めるイメージ、まあ、ここに棒があってお前は今ケツで締めた神経知るハドリッシュとかお尻で棒をこうやって掴んでるイメージ持つとここピンってさすぐになります。ピンってして、そしたら次ペットボトルをイメージして、はい、蓋が開いとるとクシャってなっちゃう、はい、でも蓋が入ってないと絶対潰れない。ある程度潰れちゃうけど、もちろん物理的に内側、体の内側から外っぽの方に力を出すようなイメージ、それをずっとやってる感じ。でもただお腹に力を入れることじゃないので、腹圧入れてっていうと腹筋に力をガンガン入れる。ちょっとそれが違う。だから息吸っても吐いても常に一定のこの外に向かうこういう力、外側こうじゃなくてこっちからもこっちからもこう、あ、もう全方向、全方にそうで、お尻をそこに締めるとピンってなる、はい、でこの状態でプレスをするんだけど、ミリタリープレスの場合はまっすぐ上に落ちたいので、手幅そんなガンガン広くなくて、肩幅よりやっぱ拳1個分ぐらいちょっと伸びてとるぐらいで、まずこの鎖骨のところに乗せてもらったら後ろに下がって、でさっきの状態を作ればいい。ケツを締めて腹圧をかけ続けて、そのまんままっすぐ上に上げる。そうで、その時に多少クッと体を入れるよね。そうで、この時に足がフラフラするので、はい、しっかり地面をミッドホップら辺で捉える。捉えた状態で顔はもちろんちょっと反る。でグラグラ専用にお尻で締めつつ、そうそう。でこの時にやっぱプレスの動作だから、はい、寝すぎると痛いから、はい、もうちょっとこんぐらいで、なるべく親指と人差し指のこの付け根ら辺に乗せるようなイメージで上に上げる。そうするとまた効きが変わるもん。試しに小指側でグッと握ってみる。やっぱこういう感じでここを使うようなイメージがあった、はい、なんでここの付け根で乗せる。これアーノルドプレスも全部そう、こっち側のこの付け根に乗せる感じで、まあ、握るんだよ、落ちないように。で上に押し上げる。なんでこっち側、やっぱこっち側乗るとさ、どうしても手首こうバランス取るのも大変になっちゃうんで、クラクラしちゃう。こういう余分な力をなるべく使いたくないもんね。やっぱここで一番安定するでしょ、ここが。でここで被せるように握って、そうそうそう、そう。で上に押し上げる。そう、素直に。でこういうのをなんか効かせるとか効かせないとかはもう意味がわからんもんで、とにかく今最初に作ったフォームを崩さない程度の最大重量を扱う。崩れたら嫌だもんね。それはいらない。重すぎる。重すぎる。あくまでも君は筋肥大なんだから、はい、ってことはそのフォームが崩れない最大値で攻め続ければいい。なので今日はその最大値で攻め続ける。これはアメリカンパペルのウレタンバンパーで、ウレタンウレタンバンパープレート。たまに鼻の位置でプレスするやつ、ミリタリーの良さを殺しとるもんで、結局これ初動がど強いもんで、一番ボトムの位置でしょ。もうこの時点でここやっぱり結構テンションかかってるでしょ。はい、このスタート位置からもう始まってるから、はい、でここが結構やっぱりすごい深くなる。だからこうやって膝をこうやってやるのはプッシュプレスになっちゃうんで、ただ直立不動、はい、ここだけで上げる。で肘もその張りすぎちゃいから、そうそうそう、そうすると多分いつもよりそうそう、このまんま、はい、まっすぐこうでここに乗せる。親指はこう、まあそのギュッて握らなくていいけど、はい、この辺でしっかりね、こっちはまあこういうような。でそしたらもう形を作る。お尻締めて腹圧かけて、でこの手のひらの方に乗せすぎちゃうと、はい、やっぱり全然違うところに乗っちゃうもんね。こっちであくまで体重で、そうそうそう。でだんだんケツが擦れちゃうから入れて、足もフラフラせんように気をつけるとこいっぱいあるから、はい、ラスト。結構来るよ。結構来ますわ。なんで割と優秀なんだよ。ただアップとか怠って、はい、しょっぱながらガンガンやるとそれは痛いに決まっとるんで、でこれね動画でも強調してほしいんだけど、種目が悪いじゃないよね、お前が悪いんだよって。フォームがエラーが、フォームがエラー。デッドリフトで腰が痛いとか怪我したって話別だよ、はい、なんかさ、この種目をやるとここが痛くなるっていう邪険にするのはダメだよね。ダメですか。お前が悪いんだよっていう話よ。今みたいに手のひらの中で遊んどるもんで、はい、でこうやってやりました、はい、お尻締めます、はい、このままこっち側の力、小指の方に力入れちゃうと、はい、こうやって開き、はい、こっちに近づいてるもんで、はい、開きやすくなっちゃうもんで、はい、こっち乗せたまんま、もう親指と人差し指を上に上げるような感じ、はい、そう、こっちどうしても力入ってる方向にやっぱ動きたくなるので、はい、こっち握りすぎちゃうとやっぱりね、どうしてもこの動作入っちゃう、はい、だからそれはダメで、ちゃんと乗せた状態のまんま親指と人差し指を上に上げるような感じ。そうするとまっすぐ上に上がる。腰大丈夫です。なんかちょっとグッてかかってるような感じがあります。だからその結局君のエラーとしてはこの血
その動き背中骨以降から結構意識できなかったので、あのやっぱ腹圧はかけれとってもケツが、でケツやっぱりそのケツここ土台として考えてほしい。ケツをグッと締めるとさ、足と地面がグッと掴んだような感じというか、はい、地にこう足がこう繋がっとるようなリンクしてるような感じができると思うんだけど、それが今じゃあケツ力入れてもらって、今そうするとさ結構足のひらがさペタってついてさ掴んでるような印象になると思う、はい、ケツ緩んでみて今。あ、そうするとなんかふにゃってするふにゃってします。ケツ力入れずに足だけ力入れてみて、これでもまだなんか遊びがあるんだよ。あ、でもケツに力入れるとギュッてなるでしょ。あ、僕ここ結構これになってます。エラーが一つ、エラーが一つ。でも気をつける点いっぱいある、まあ、これをじゃあビッグ4と数えたら、はい、ビッグ4たちはやっぱり難しいんだよ。で難しいけどそれなりの連動が必要になってくるから、後々今後じゃあ重量積んでった時にやっぱり腹圧のかけ方でさえもそうだし、力の入れ方も自然と同時進行で身についていくと思う。なんかこれを肩の種目と思わずに肩を使う大きな種目として捉えてもらって、後々細かい種目やればいいもんで、これはこれっていう感じで、でこれはまあ要するにベンチプレスとかダンベルプレス そのプレス系の強化にもつながるもんで、やっぱりそのベンチの強化種目としてやる人結構いるから、まあプレスだもんね同じ、ここ以外使えないから、これでちょっとでも使ったらちょっとどうかなっていうになっちゃうんで、レッグドライブ的なものは一切使えないもんで、こういう反動を使わずに直立不動のまま安定させてここだけ動かすっていう感じでやるといい。でここでケツをしっかり締めて、ケツを腹圧かけて体を反らないようにまっすぐ上に挙上する。腰痛い？いや大丈夫です。あ、全然違います。さっきはなんか腰でこう頑張ってる感じがあって、うん、そうしっかりケツ締めて、そうすると腰は反らない。そう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 、はい。腰が痛いっていうのは、だってこれってベーシックな種目じゃん。ベーシックな種目でなんか効かないとかどこどこが痛いっていうのは、多分その人の体自体の問題なので、体自体のフォーム自体の問題なので、こういうのは普通はできるはずなんです。ただそういうこの土台の部分が構成しっかりとできてない人はそりゃ痛いよ。試しにやるといいけど、ケツを締めずにお腹もふにゃふにゃなまんまやるといいよ。そうするとマジで上がんないし、腰痛いし、重たくなれば多少こうなるけど、一番のエラーはここからこうやって曲がることじゃん。この胸椎を軽くこうやってやる分もちろん問題ないけど、ここから上手にできないと画面当たるしね。ここからグッてなるのが一番ダメだけど、これ僕たまたま今日きちっとしたパンツだもん、分かりやすいけどさ、これケツ緩んでるじゃん、はい、これキュッと締めるともう分かる。イメージはこのまま棒をお尻で神経白ハドリしよう。これ絶対動画で使って、はい、神経白ハドリね、神経白ハドリ、神経白ハドリか。もちろんこのケツの方まで棒は伸びてないけど、棒をグッと、はい、ケツ絞るようなイメージしながら、もうこの時点でケツを腰を締めながら、あの締めながら後ろに下がって締めて、腹圧かけたまま、そのまますぐね、しっかりケツを締めて、ケツを締めて、そうそうそう、肩幅より1個分拳開いて鎖骨に乗せて、ケツ締めて、ケツ締めて腹圧入れて、じゃあ次はあのショルダープレスやるか、はい。